はい、皆さんおはようございます。まいのりです。というわけでコメント返答動画やっていこうかなと思います。よろしくお願いします。まずですね、アオッシーさんからのコメントで、3分22秒のところの補強する前に壁を開けたのは何の意味があるのか教えてくださいということで、ちょっと見てみましょうか。はい、というわけでこのシーンですね、ここの壁をですね2枚、まあ、補強する前に穴開けて補強してるので、なんで開けてるんですかっていうことですけど、これね、昔よくバンディで餅つきするときとかに補強する前に壁にですね穴開けたり、まあ打ってね穴開けたり殴って穴開けることによって相手がヒートチャージ張った音っていうのが聞こえやすくなりますよっていうようなことがあって、それでみんな殴ったり打って壊したというか、まあ穴開けて補強してたんですけど、いつかの、まあ、シーズンからそれ穴開けても意味ないよみたいな、修正されたのか、まあやっても意味ないよっていうことで、まあやんなくなったんです。僕もやんなくなりました。あ、意味ないんだと思って。けど最近になってまたなんかやってる人多いなと思って、それでいろいろこう、まあ動画でもね聞いたりしたんですけど、なんか僕は詳しくないですけど、ある方が検証してたらしくて、穴を開ければ開けるほど音は聞こえやすくなるみたいなんで、このね、戻りましょうか。ここのまあコメント欄で、まあ昔は意味あったけど今は意味ないですよっていうようなコメントもあったりして、僕もそう思ってたんですけど、実際なんか検証してる方がいたみたいで、開ければ開けるほど聞こえやすくなるみたいなので、一応もうちょっと打つだけでできるんで、開けた方がいいのかなと思ってます、僕はね。ただそれより今ねすごい言われてるのが、ここでも言われてますけど、マーベリック対策だと思いますということで、あとね、MacBook さんも、監視の2枚補強する前にもうちょっと壁ボコボコにするとマーベリックに割られにくくなっておすすめですっていう風にコメントしてくれてるんですよ。かなりねそういう報告というか、ちゃんとというか適当に打ちまくって、壁変な風に穴開けた方がマーベリックで壁割る時に割りづらくなるから、そうした方がいいですよっていうようなことは僕もよく言われたので、多分これ本当だと思うんですよ。僕はあんまりマーベリック使わないので分かんないですけど、まあ、結構多くの人がねそういう風に言ってるので多分そうだと思うんで、まあ、この動画見ててマーベリックすごい使ってますみたいな人がいたら、実際どうなのかとか教えてくれると嬉しいなと思うんですけど、一応その音が聞こえやすくなることに関しては意味ないって言われてましたけど、なんか検証とかで本当に意味あるかどうかっていうのね検証して意味がありますよっていうような動画か何か分かんないですけどあったみたいなんで、まあそこは自分次第なんでね、それを信じてやるかどうかは、僕は一応もうそれ信じて、どうせねちょっと打つだけなんで3秒ぐらいできるんでやってますけど、はい、そんなわけでちょっと皆さんの意見というか知ってることとかあれば、この動画のコメントでまた書いてくれると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。じゃあ続いて高井さん、 PC のスペックを教えてほしいですということで、まあ僕はですねどっちかっていうと、PC ゲームするためっていうよりは編集とかすごいするんで、 PC のスペックっていうのはなるべく最新というか新しいのを使いたいなっていうことで、自分で自作でいつも作ってるんで、いつもって言ってもまあ2回しかやってませんけど、今回今新しく作ったやつはインテルの Core i9-9900KF ですね、 CPU は。でグラボは RTX2080Ti で、メモリは今 8GB×2 2スロットで DDR4 の3600で動かしてます。なんかせっかくね自作で PC するんだったら動画撮ればよかったですね。僕も初心者で自作して分かんないまま作ってますけど全然作れるんで、みんなにねまだ作ったことない人とかにおすすめしたいので、ちょっと動画撮ればよかったなとか思ってますけど、またなんか機会あれば、はい、撮りたいなと思います。続いて M フレンチンさん、シガーバルコニーにお気にとろめっちゃ強いですよということで、多分新ハッチしたっすよね。あれね、でもバルキリーがいるとかなると、僕は一応ラペリングでシガーバルコニーの窓から簡単に壊せるし、まあ、お気にとろじゃないにしてもパルスとかバルキリーがよくあそこで待ち構えてることあるじゃないですか。それはラペリングで結構簡単に枯れるので、あんまりやらないようにしてますね。昔はよくやってましたけど最近やんなくなりました。でも確かに強いですね。しっかり相手のやりたいことというか、相手が潰しに来たらちょっと引くっていうのは大事ですけど、2階とかを警戒してない場合とかかなり刺さると思うんでいいですよね、ニートロ。続いてマサヤさん、質問ですが海岸線は防衛地点はどの順番ですかということで、カズマさんがキッチンフッカーペン撃が多いんじゃないですかねということで、まあ一つ言えるのは
バー、サンライズバー、ブルーバーっていうのはあんまり守られない。あのちゃんとまあキャッスル使うとか、上しっかり工事して上から車線通して守るとかできれば強いんですけど、もうね多分もうプロぐらいの人たちじゃないとそれぐらい連携していかないとなかなか守りづらいと思うので、下守るぐらいだったら上のフッカー守ろうよみたいな、そういう感じだと思うんで、まあ、僕もこのカズマさんが言ってるようにキッチンフッカーペント劇場の順番なんじゃないかなとは思います。まあ正直そんなん関係ないけどね、やりやすいところやってれば。あの中にはキッチンが一番強いって言われてても、自分はキッチン苦手だからペント劇場からやろうぜとかいう人もいたりするんで、やっぱ得意なところからやるのがね大事なだけで、そんなあんまり気にする必要はないのかなと思ったりしてますけど、ただまあ一般的というかみんなはこのキッチンフッカーペント劇場の順番だと思います。続いて森のくまさん、 CS 版なのですが最近プラチナ帯に上がってから全然キルができません、どうしたらいいでしょうかということで、まあ、僕の経験上プラチナ、まあ、上のランク帯の人たちってまずイージーキルをさせてくれないので、あのちゃんとしたこうしてこうやってこう動かしてここで倒すようにしようとか、まあ、特に挟むとかねカバーするとか、そういう風なちゃんとした自分のこうなんだろうなプランというか、そういうのがないとなかなか倒せないのかなと思います。ちょっとここで詳しくね細かく説明するのはもう時間が足りないんですけど、とにかくイージーキルはかなり少ないのかなと思うし、やっぱり前も話しましたけどカバーの意識が全然違うので、下のゴールプラチナより下のランク帯の人たちとかとは違って、やっぱりカバーはしっかりしてくるんで、そもそも人数入りをどんどんこう開幕というか最初からバンバン作って戦えるってことあんまりないんで、だからキルもできないっていうのはすごいわかるんですけど、ただそこですごい大事なのがキルってよりは仕事量、自分の持ってるガジェットとかちゃんと使って、相手が盾置いてるとか有刺鉄線置いてる、ミラー置いてる、ミラー張ってるとかいろいろあると思いますけど、そういうのをしっかり壊したり車線作ったりっていうことを準備をもうしっかりしておけば、あのプロの試合とか見てると分かると思いますけど、最後の残り30秒とか45秒とかね少ない時間で攻めきれるじゃないですか。あれってしっかり準備できてるかの違いなんで、割りたいところ割れてないとか壊したいガジェット壊せてないっていうことになると、もう入れ食い状態というか入ってくる場所限定されてるし盾とか使われてとかっていう風になるんで、まあ、そこを意識してみたらいいのかなとは個人的には思いますね。キルとかってよりは仕事量っていうかね、いろいろできることはたくさんあると思うんで、そういうのから意識してみるといいのかなとは思います。もうすごい名前がすごいなんで変なもの壊したりするんですかっていうことで、多分オリックスでね突進でビラの天文の地球儀みたいななんか変なでかいやつ置物とか壊してたやつですけど、オリックスってダメージなしで置かれてるオブジェクトとかね簡単に壊せるんで結構邪魔なんですよ。角でハイドしやすくするためだと思って答えてますけど、まあ、そんな感じで意外とねシージって壊せるオブジェクトいっぱいあって、壊すとそこに人が入れるとか、本来ならイングレとか使わないと壊せないものとかもあったりするんですけど、まあ、そういうのオリックス使えば、ね、バンバン壊せるんで、その辺便利なんでね、それで多分タックルしまくって壊してたんだと思います。はい。じゃあ続いて村正さん、バックのメイン武器レーザーいりますかということで、まあ、バックはねスケルトン機あるんでレーザーサイトつける人結構いますけど、僕はずっとつけてないですね。あのメインの普通にショットガンじゃなくて普通の銃の時にレーザーサイトあるのちょっとあんまりね好きじゃないとか嫌なんでつけてませんまあでも他の方が言ってるように集団率上がるんで、工事ってよりはまあ相手倒したいとか、結構ね今はもうバックの使い方ってもうなんだろう、プロとか見てみんな学んでると思うんで、うまいことをショットガン使って敵を倒すっていう人もいると思いますけど、そういう時にやっぱ便利なんで邪魔じゃなければつけていいのかなと思います。僕はちょっとねレーザーサイトで位置バレとかするの嫌なんでつけないようにしてます。防衛オペとかもね結構つけたりしてましたけど、最近はちょっともう外そうかなと思ったりしてるぐらいで、そこはまあ正直好みっすね。でもまあつけてみて試してみたらいいと思いますよ。それで、まあ、めちゃくちゃ使いやすいやんって思うんだったら、うん、つけてもいいだろうし。あーなるほど。ちょっと最後に金井健太さんでいいのかな、ドローの回し方、特にソロランクというか一人でやってる時のね回し方のことなんですけど、ちょっとこれ次回ですね、話が長くなりそうだしすごいいい質問なので、次回また改めてというか、コメント返答動画でお話していきたいので、今回はとりあえずここまでにしたいなと思います。はい、というわけで皆様最後までご視聴ありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。また次回の動画でお待ちしてます。バイバイ。